4月8日木曜日晴れ。そうなのか、それはつまりそういうことなのか。カイザー租税を追跡してるとしょっちゅうリモートホストが変わっててわけは分かりませんでした。でもある日を境にその日以前は全て同じリモートホストになってます。それはあっけなく見つかりました。奴は 2,3 箇所で同じ質問をしてました。くしって何か教えろよと。それに対し初心者は消えろや厨房うぜえのレスはありましたが、親切な人が詳しく教えてくれました。僕もそこから串について詳しく書いてあるページに行ってみました。プロキシサーバー、簡単な設定でリモートホストを変えられる、アングラでは常識らしいです。カイザー租税もその発言以降は明らかにプロキシサーバーを経由してました。そしてそれ以前は生 IP がそのままリモートホストに載ってます。処刑人のリモートホストです。串って何発言は主に3月25日付近に見られました。それより以前のログはほとんど残ってないけど十分です。さあ本当にカイザー租税と処刑人は同一人物なのか、確実に確かめる方法はないのか。何かいい方法は